皆さんこんにちは、本日の SDGs チャンネルのゲストはクラライン311代表理事の岡本さんです。はい、よろしくお願いいたします。わざわざ遠くからありがとうございます。あ、いえお呼びいただいてありがとうございます。スタッフインパクトちょっとすごいですねそうですね、はい、狙ってるところも、正直 なくはないんですけど、それも有志のマーケティングの一環なわけですね、はい、そうですね、そのやっぱこう NPO の分野でやらせていただいてる時に、こうどう印象に残ってきたって実はすごく大事なことだと思っていて、だからこんななりだけど中身すげえ真面目でいろいろ考えてると結構印象に残りやすいと思う。ギャップがですね、そうですね、ギャップ大事だなと思っていて、いわゆるヤンキーモテ理論みたいなそうですね、それに近しいかもバッチもあれですよね、そうです、ちょっと素材が違いますね。そう、これは実はちょっとスワロフスキーを使った、スワロフスキー、はい、なんかそういう偉人はいそうな感じがしますけどスワロフスキーってビーズとかすごい有名な会社さんなんです。普通の SDGs つけてる方はたくさんいらっしゃるんですけど、これつけてる方がたまたま僕のすごく近しい社長さんいらっしゃって、そうですか、でいいのつけてますねって言ったら、楽天で売ってるから後でリンク送ってあげるよって言っていただいてめちゃめちゃ現実的な、そう楽天で1600円ぐらいです、はい、ご興味あれば買ってみてください。早速なんですけれども、はい、岡本さんどんなことをされてるか簡単に伺ってもいいですか。あ、はい、私ども桜ライン311は、桜の木を植えるということを、しております。実際植えてその後も管理するってことも入ってくるんですけど、で、なんで桜の木植えてるのかっていうことなんですけれども、私どもが事業させていただいている岩手県の陸前高田市が、その東日本大震災で、大々的に津波の被害を受けた、地域になってまして、なので、そのどこまで浸水したのか、どこまで津波が来たのかっていうことを次の時代に伝えていくことが、次の東日本大震災が来た時にその人的被害を軽減することに直結するよねというふうなところでスタートしています。なるほど。つまり桜の木の植樹、そして、保守管理っていうところまでされてるってことですね。そうですね、はい、なんか始められたきっかけはなんかこう私たちは悔しいんですってこの一言があってと伺ってるんですけれども、そこもちょっと現場感ぜひ知れたらなと思ってました。ああ、なるほど、それで言うと、その私たちは悔しいんですっていうのはうちの団体がすごく立ち上げるときに、みんなで、スローガンじゃないけれど、思いを共有する言葉として、使っている言葉になってまして、結局こう岩手県の三陸、宮城県の北の方も含めて若干三陸って呼ぶんですけども、周辺でこう繰り返し地震と津波の被害を経験している地域なんですね、で一方で今回東日本大震災、その当時未曾有とか想定外、つまり初めてっていう風な表現をすごくされた災害なんですけども、実際のところおおむね1000年に一度の周期で襲ってきているっていうことが分かってるんです、つまり未曾有でも想定外でもないってことですよね。だそうなった時にもし仮にこの町がこれぐらいの津波が来るっていうことを震災前の人たちが認識をできていたら、避難であったりとかそういったものに対する認識って全然違ったもので、きっと人的被害ももっと少なくて済んだはずっていうふうに思ったんです。なので、私たちが悔しいんですっていうのは言葉に込めているというふうな感じですね。なるほど。1000年単位でそこまでのやっぱことを考えるのってなかなかできないですよね。なかなかできないですよね。実際前の東日本大震災は、896年に常磐地震っていう大きい地震があって、津波があったっていうのは、いわゆる古文書みたいな文献の中には残ってるんですよね。地質学上で調査をすると、それぐらいのタイミングにすごい大きい地震があったっていうのは地質学的に調べられるので、それだっただろうということで整合性が取られてるんですけども、落葉の時代ですからね。そうですね、そういう意味ではすげーですよ、どれくらいの人が、いたのかなっていうぐらいのレベルだと思います、その当時陸前高田市に。確かに気になるんですよ、そもそもなんでこう岡本さんがこれをやられているのかっていうところと、岡本さんって誰っていうところはやっぱりすごく気になる点であり大事な点かなと思ってまして、大野さんちょっとご経歴みたいなのも踏まえて伺ってもいいですか。はい、もちろん、はい、39で今年40になります、で震災の時は、28で、実はこの今日撮影しているスタジオのすぐ近くにうちの勤めてた会社が、
ありまして、なんとめっちゃ懐かしいと思いながら今日来たんですけども、で、まあ、そこで東京の仕事をしながらあの地震を受けて、うん、で僕の実家地元が陸前高田市だったので、うんうん、あの地震があった時に結局その現地に住んでた僕の家族大丈夫かなみたいなところからスタートして、はい、うん、で、まあ、家族の安否を取るためにあのちょっと仕事を休んでですね、あの現地に入るようになって、で、はい、でその時の縁があって避難所の運営をお手伝いするようになり、うん、東京の仕事を退職して、はい、あちらの方に U ターンしたっていうのが震災直後、うん、一番最初ですね。なるほど、はい、大学の時は経営学を学んでらっしゃったと伺いました。そうですね、はい、経済学部経営学科で、うん、はい、行きました。社会人ではどういうお仕事されてたんですか？建築の会社にいまして、うん、はい、B2B っていわゆるタイプのビジネスをしていたので、うんうん、はい、全国チェーンの店舗さんの店舗の設計であったりとか改修メンテナンスみたいなことを請け負うような会社に勤めさせていただきましたね、その時は。なるほど。とするとちょっと毛色だいぶ違ったわけですね。そうですね、はい、それで言うと、うん、まあ、その当時僕今、ね、こうやって NPO やらせていただいてますけど、うん、全く NPO っていう認識がその時代はありませんでしたし、うんうん、はい、防災減災みたいなことも全く関係持ってなかった時期なのでまあ何かあったらあの近くの小学校に行けばいいんだろうなぐらいにしかその当時は全然思ってなかったんですよね、うん、はい、うん、でまあそれが結局東日本大震災で、うん、このままじゃね、あのダメなんだなっていうことをすごく自分の中で認識をしてですね、うん、はい、気づいたらもう戻って11年っていう風な感じですね、うん、はい、すごく気になるのがあの防災減災というキーワードが出てきて、はい、あのその中でなぜこう桜なのかっていうですね、なんか他の木々でももっと成長早いものでもいいんじゃないかという疑問はみんな持たれるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そこはどういったこう思いだとか、まあ、場合によっては科学的知見みたいなのもあるかもしれませんが、うん、そこの出発地点でいうと、その僕らは次の東日本大震災の1000年後の人たちにお伝えしたいっていうところの出発地点なんです。で、そうなった時に石碑で残すっていうのは実は前の時代からすごくされていて、確かに、はい、日本って石碑大国ですごい石碑たくさんあるんですよ、うん、確かに。で実際あのその僕の、ね、地元である陸前高田にも、うん、過去の津波をどこまで来たかってそこに石碑を建てて、うん、それにこれより下に家を建てるなとか、うん、掘ってですね残してあるんですよ、うん、石碑って文字掘れるし、うん、管理をしなくていいから完結性あるし、うん、楽なんですよね。建てたら放置できる、うん、でも多くの人たちに覚えていたいものかというと、うん、そうじゃないっていうのも一つの特徴だというふうに感じていて、うん、なので多くの人たちがポジティブに思えるものでこの震災をあの語り継げないかなというふうに考えて、うん、人より寿命が長いってことが大事だったので、うん、で木にしたい、うん、で日本人にとって一番特別な木ってなんだっけ、うん、桜の木だよねっていうふうな、まあ、ちょっとあの端折った説明になりますけども、うん、そういった経緯があって桜の木にしましたね。なるほど、はい、確かに石碑ちょっとネガティブなイメージありますよね。そうですね、まあ、なんか石碑っていうとね、あの墓石みたいなものを思い浮かべるイメージの方が多いので、うん、だからどちらかっていうと冷たい感じというかね、うん、の印象がどうしてもあるので、うんうん、確かに人は自然と見てポジティブさを感じるというか、うんうん、求めたくなるようなものだといいですよね、うんうんうん、そうですね、はい、確かに実際今、はい、ご活動を始められて、はい、植樹された本数でいうとどれぐらいなんですか？元々の目標、僕らが立てているものとしては、はい、陸前高田市内だけで、うん、その津波をかぶったところとかぶっていない境界線、うん、僕らはそれを津波の到達地点と呼んでるんですけども、うん、はい、それが170キロ市内に存在するので、うん、それにまあ10メートルに1本ずつの間隔で1万7000本をゴールとしています、うん、で現時点で1978本植樹をしているというふうな形ですね、うん、計画の現時点で 12%13% ぐらいというふうなことにはなるので、うん、はい、まだまだ長いですね。なるほど、うん、もちろん毎年のようにこうドナーさんも増えていき、スポンサーさんも増えていく中で植樹のスピードもどん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 上がってきてると思うんですけど、うんうん、まあ、見立てとしては何年ぐらいが一つ目処になってきそうなんですか？そうですね、うん、まあ、あと20年ぐらいで一つの目処にできたらいいなとは思いますけどね、うんうんうん、ただまあそこで言うとこう僕らが植えたいからどんどん本数増やせるかというと実はそうではないっていう事情もありまして、うん、なるほど、結局その桜の木植えるってなると土地の所有者さんに許可をいただかなきゃいけないわけですよね、うん、許可を取るっていうことがまずそもそも大変なことであるということが一つと、はい、そうですね、あともう一つはその所有者さんがいわゆるこの震災の伝承みたいなものに、うん、はい、
そのポジティブに思えるようになるのに結構時間がかかるっていうのがあって、はい、まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、見ていただいている方にも想像してもらえると分かりやすいんですけど、自分のご自宅が到達地点上津波のかぶって流されました、はい、でご家族を亡くしました。震災のことを忘れない桜の木ご自宅に植えたいですか、ってなると、毎年咲くたびに花を震災のことを思い出さなきゃいけないんです。だつまり忘れたい人からすると強制的にそういうふうに思い出す装置って、全体論として震災のことは残していかなきゃいけない、忘れちゃいけないことは残していこうっていうのは多分全ての人がご理解いただけると思うんですけども、個人に落としたときにそういうふうに全員の方が思えるかというとそうじゃないっていうのが、実際あってですね、なのでこうやっぱりこう地域の人たちと一緒にあの時は思い出したくないし辛い出来事だったけれど、このままだとなくなっちゃうから積極的に残していこうねっていう風な、街の雰囲気というか個人の方の感覚っていうのがやっぱり時間がかからないと醸成されていかないんですよね。なので今現在スタートして11年で、まあ、大体年間200本から250本ぐらいなわけですけども、まあ、どこかのタイミングでうちの団体としては500本とか1000本とか、本数増やしていきたいなというふうには思うんですけども、でもそこはもう地域の皆さんと二人三脚で初めて成立する事業なので、あんまりこう速度みたいなものにこだわらないようにはしてます。なるほど、地域の方の、まあ、個人個人の感情みたいなのを、はい、まあ、むしろその震災に対しての捉え方っていう意識レベルをまず変えるようなコミュニケーションは、絶えずされてるってことですね。そうですね、はい、大的にはなんかそこを狙ったイベントみたいなのもやってるんですか。いや結構それはイベントの打ちようがぶっちゃけなくてですね、結局被害って人によってまず全然バラバラなものになるっていうことと、あと震災に対してとかのその震災の被害に対しての捉え方が人によって全然違うんですよ ね、ですね。だから基本的にそのコミュニケーションって1対1のものになるんですよ、だからなんかイベントみたいなものにそういったものができるかっていうと正直しにくくてですね、基本的にはその土地の所有者さん、うちは地権者さんと呼びをするんですけども、地権者さんの方とうちの土地の交渉というか許可をいただくスタッフの方が1対1でできるだけ密なコミュニケーションをしていって、あの時はダメって言ってたけど今はいいみたいに思ってもらえるように、丁寧なコミュニケーションを取るっていうのは基本になりますね。なるほど、はい、ビジネス観点で見たときに、はい、もう交渉すべき土地オーナーっていうのはかなり可視化できている状態なわけですよね。いやまあできてると言えばできてるんですけど、実際でも登記簿を調べないと土地の所有者さん分かんないの で、はい、結構大変ですよ。所有者さん見つけるっていうことが実際まだまず一つ大変なことで、まあ、そうですよね、結構差が守んなきゃいけないとこありますし、みたいなこともありますし、震災で所有者さん亡くなって息子さん娘さんが相続してるんですけど、高田にいらっしゃらないとかザラなので、日本全国土地の所有者さんバラバラになっていくじゃないですか。なのでそういったのを一つずつ調べていくっていうふうなことを地道にやってます。なるほど、それはめちゃめちゃ大変ながらやっぱ成し得た時のやりがいは大きいですね。そうですね、まあ、僕らが、ね、目標としているこう1万7000本っていうのは、まあ、一つできたら50年後100年後の話になりますけれども、桜の名所になっていくでしょうし、それは、ね、僕ら防災とか減災っていうところ出発地点で植えた木ですけども、まあ、その時代の町の観光であったりとか、まあ、いわゆるこう土地に対する愛着、自分の町こんなものがあるんだっていう風な時にね、1万7000本桜並木で日本全国から観光に来てくれる人たちがいるような桜並木がある町なんだって思えるのは、きっとそういった感情においてはプラスに働くと思うので、そういったものは目指して作っていきたいなというふうに思いますね。確かにそうですよね、はい、やっぱ町づくりがそもそも10年20年でできるものではないって考えると、そうですね、はい、100年単位1000年単位での活動っていうのは、本当になんかその残すべき価値ある未来づくりをされてるんだなっていうのは伝わってきます。地オーナーさんとのコミュニケーションが、まあ一つ面白みのあるところというお話とともに、やっぱその桜の木だからこそ出てくるなんかちょっと病理の問題みたいなのも
これもやっぱり地元の方は結構気にされるポイントなんですかね。そうですね、うん、やっぱりこう桜の木って基本的に病虫害、いわゆる虫とか病気が発生しやすい木なんですね、うん、はい、でそれが例えば近くに畑があったりとか田んぼがあったりとかみたいな商品系の作物を育ててる方からすると、うん、例えば木が大きくなって、うん、日照悪くなったらどうしようとか、確かに例えばそこで発生した虫って野菜に移らないのかとか、うん、周りに対する影響が及ぼさないものなのかとか、はい、僕らがやっている種子とはまた別に、うん、木の持つ特性ですごく気になるところがたくさんある方は実際いらっしゃるので、うん、はい、そういったところでちゃんと説明をして、うん、大丈夫ですよとか、じゃああんまり大きくならない品種にしましょうかとか、うんうん、一件一件調整をしていきますね。もう相手方の気持ちになれば確かにそれもそうだな。そうですね、はい、実際僕らが植えているものは最大で15メートルとか20メートルとか、うん、かなり大型になる品種を植えているんですね。そうですか。なので最終的にもう大きくなっちゃったら動かすってことはまずできないので50年100年のスパンで考えて、そこに桜植えてまず大丈夫かっていうのは地権者さんとしてはすごくいろいろ考えるわけですよ。だからそういったものを一つ一つハードルをクリアしていかないといけないので確かに、はい、大変ですよそれで。あ、そうですよね、うん、今視聴者さんの中でこう何かしら関与をしたいんだけれどもっていうお気持ちを持たれている方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そうした人たちっていうのはどんな関わり方が考えられそうですか。うちの団体でいうと実はそのドナーさんに関わっていただくのにサイクルがあって、うん、サイクル、はい、うん、一つはまず植樹会にご参加をいただくっていうことです、うん、陸前高田の方に、うん、来ていただいて木を植えるっていう作業ですね、うん、なるほど。これはだいたい年間の、11月から12月と、まさにこれからですね、3月いっぱいのところで年2ヶ月間ぐらいに区切ってやってるんですけども、うん、はい、うん、まずそこにご参加をいただくっていうことが一つだと思います、はい。あと私自身もこちらの方に来て講演させていただいたりとかするんですけども、うん、要するに防災減災みたいなものを社内向けの研修で一回話してほしい、なるほど。でその研修を聞いた上で植樹に行きたいみたいな方が結構いらっしゃったりとかもします。であと今ちょうど受け入れしてるんですけども、夏に自分の植えた桜の木を管理するボランティアの夏の受け入れをしているので、そういったところで入っていただくっていうことも一つできます。であと会社さんだと、例えば何か商品販売されている会社さんなんかの場合は、例えば、うちとコラボレーションさせていただいて、チャリティーの何かプロダクトを作って、でそれをで参加するみたいなことをしてくださってる人たちもいますね。なるほど。そういった中でやりたいところから入ってってもらって、で一回関わると、じゃあ今度スタッフ連れて木植えてみようかなとか、はい、みたいな風になってくるくる回っていくみたいな感じになりますね。確かに、キットカットさんとかもでしたっけ。そうですね、キットカットさんは2021年、はい、昨年の3月の時にやっていただきましたね。なんか桜をモチーフにしたコラボ商品みたいなのがあられる。そうです、そうです、はい、イットカットって桜味があるんですよ。あ、じゃあまさになんですか。そうなんです、まさにそうで、で震災10年のタイミングで、はい、商品の中に桜の味のチョコレートキットカットがあって、でそれをこううちのパッケージを作っていただいて、はい、で全国販売して、その売り上げの一部1パック売れると10円っていう形でやっていただいたんですけども、はい、やっていただきましたね。すごいですね、これどやれるネタですね。ちなみに良ければご活動されてきた中で、岡本さんがすごい印象的だった、なんかエピソードだとかをちょっと一ついただければなと思ってまして、はい、それこそ今日はね、見ていただくのはビジネスのメインの方なので、最初僕NPO 全然知らなかったんですよ、はい、なんだったら会社員を東京でやっていた時はただの平社員なので、マネジメントとか組織運営みたいなことって全くタッチしなかったんです、ね、はい、だから最初めっちゃ苦労しまして、どう組織を引っ張っていくべきなのか、リーダーシップみたいなことであったりとか経営的なことであったりとか、かなり苦労したんですけど、はい、でその中で大阪のある企業さんがですね、毎年その震災直後から、講演会を大阪でやっていて、はい、でそれの講師として、話し手として僕呼んでいただいたんですよ、はい、で、その時に呼んでいただいた後に、その会社の役員の皆さんと一緒に 会食1回あって、で岡本君ちょっともう一軒行って言われて、でその直接担当してくださった人と僕と差しで
お話をさせていただく機会があったんですよ、はい、でその時におっしゃっていただいたんですけども、うちの会社は岡本くんが代表をやってる限りは毎年200万円ずつずっと寄付するからねって言っていただいたんですよ、うん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 、でその当時僕はその社長としてどうあるべきかとかすごい試行錯誤していた時期で、なんかこれでいいのかっていう風なすごい迷いがたくさんあったんですけど、うん、でもその時期にね、今お話をした方も含めてうちの会社がこれから長く関わりたいなっていう風に思えるようになったのは、君が社長をやっていろんなことをこういう風に考えてるとかちゃんと外に発信できるようになったからなんだから、うん、期待してるので頑張ってくださいねっていう風におっしゃっていただいた方が何人かいらっしゃってですね、うんうん、それはもう8年9年ぐらい経つわけですけども、うんうん、すごく今も自分の中で大事な、うん、人たちというかね、うん、そうやって期待をいただいてるっていうのは僕の中ですごい大事なモチベーションになってますね。岡本さんも同様にもう経営者としてもう苦難があられたってことですね、はい、いやーもう本当いろんな方にご迷惑をおかけして、うん、やらせていただいてるんですね本当に。それは酒のネタですね。あ、そうですね、はい、もうなんかここにビールで欲しい話なんですけど、特にうちの団体はそれがすごい顕著なんですけども、はい、日本全国の皆さんからのご寄付が基本の予算なんですよ。そうですね、だからそうなった時に寄付ってもうすごく責任のあるお金だと思っていて、つまりただ1000円とか1万円もらった時にそこに寄付していただく方の思いが乗っかってくる。例えばね、お水であったりとか何か商品を買ってその価値をその方に提供するっていうことではなくて、僕らはすごい無形のものを扱っているので、はい、寄付っていうものに乗っかってくる思いも受け止めた上で、僕らが目指している未来にどういうふうに成果を出していくかっていうふうなことなので、僕らとしてはその寄付をいただく方、それは土地の許可をいただく地域のおじいちゃんおばあちゃんみたいな地権者さんだったりとか、うんうん、ご参加をいただくボランティアさんも含めて、うん、いろんな方がいろんな思いでうちの団体に関わってくださってるので、うん、その思いっていうのをこうちゃんと取りこぼさずに、うん、ちゃんと理解をしてどう具現化していくかみたいなのはやっぱ NPO 特有の難しさでもありますし、楽しさでもあるなというふうには思いますね。そうですよね、うん、最後に岡本さん、視聴者の方へメッセージをいただいて、はい、番組を終わりにできればと思ってまして、はい、雑な振り方で恐縮なんですけど、はい、急に来ましたね僕らの団体としては、うん、いかにこう自然災害で亡くなる人が減っていく未来を作れるかっていうのが一番の上位のテーマになっていくんですけども、はい、日本全国の皆さんにいかにこう災害というものを自分ごとに捉えてもらうかっていうことが大事だと思ってるんですね、うんうん、つまり災害ってそんなに発生頻度高いわけではないので、うんうん、ね、地震にだったりとか、津波であったりとか、まあ、豪雨災害であったりとか、震災以降すごくこの国って自然災害の報道であったりとか露出ってめっちゃ増えたんですよ、うんうん、自分って大丈夫なんだっけっていうふうに思ってほしいんですよね、うん、でも防災減災ってともすると自分の命が危ないかもしれないとか家族の命が失われるかもしれないみたいなすごいストレスなテーマでもあったりはするので、うん、だそこをこういかにどう下げていくか、うん、ハードル下げていくかっていうことを結構意識してやっていたりします。今日見ていただいている方に一番してもらえたらいいかなっていうのは、はい、大事な人にちゃんとありがとうって言えるようになってほしいなって思うんですよね、うんうん、なんか防災減災ももちろん大事なんですけど、こう震災で発生したことの一つの本質が、うん、親しい人たちにもう二度と会えないっていうことなんですよ、うん、で急にその日が来ちゃったってことなんです、うん、だから結構もう一度会えるんだったらこういうふうにね、その亡くなってしまった人たちに伝えたいとかって思ってる人たちって実はすごく多くって、幸い僕らは今生きてるわけですから、うん、普段ね奥様であったりご家族だったりとかに面と向かって愛してるとかありがとうとかってあんまりねおっしゃられる方って多くはないかもしれないですけど、うん、明日会えるっていう保証はどこにもないので、うん、そのことはぜひ頭の片隅に置いといてもらえたらいいなっていうふうにすごい思いますね。トライアゲインができる世界っていうのはいかに幸せかってことですよね。いや本当です本当です、はい、僕らの生活って氷の上にね立っているようなもので、うん、自然災害に巻き込まれたりとか、うん、今ちょっとね戦争でウクライナ大変になってますけども、うん、そういった状況になると一瞬で粉々になっちゃうんですよね、うんうん、だからその今の日常がどれだけ奇跡的なものなのかっていうことを、うん、ちゃんと認識してそれ大事にしてもらうっていうことも
東日本大震災に対する一つ の, あの対応というかね、はい、なんだと思うので、うん、私も変わらず応援させていただきます。 ありがとうございます、はい、またあのよければ2年後3年後とかの進捗も同じ番組で伺えればそうですね、はい、なくさないように頑張っていきますでは今日はわざわざお越しいただきましてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。